テノール、または、テナーは、高い生域の男性歌手あるいはその生域のことである。四世体化性、根性四部合唱においては、下から二番目に低い生部で、バスより高く、ソプラノ及びアルトの下に来る。テノールは、おおむね C、C3C5 くらいの範囲の生域を持つ。これに対し、四世体化性や合唱では、C3A4 くらいの音域である。 透明感のある明るい声が特徴である。裏声は通常使用しない。混声四部合唱では、ソプラノと合わせて、交渉、アルトと合わせて、内声と呼ばれる。声楽においては、テノールは、トート記号のバイオリン記号を用いて寄付されることが多い。その場合は、実音表記ではなく、1オクターブ下げて読む。合唱の譜面において、バスと同じ五線上に書くときには、 音記号のバス記号が用いられる。また、現在では少ないものの、アルト記号が用いられることもある。古くは、テノール記号が使われていた。しばしば楽器に用いて、同グループの異なる楽器との関係で音域を示すのに用いられる。一例としては、テナーサックスがある。テノールの呼び名は、保つを意味する、ラテン語のテネレから取られた。保つものの意で、 もともと、グレゴリオ聖歌の長く伸ばして歌う部分を指した。中世からルネッサンス期初頭のポリフォニー音楽においては、テノール西部は常に主旋律を与えられた。他の西部はテノールに対し火星あるいは対旋律を加えた。四世の男性合唱を行うときは、テノールはさらにトップセカンドに分かれる。トップが主旋律を担当し、セカンドは 対戦率を担当することが多い。なお、近年の J-POP においては、高い音域を取り入れる楽曲が、主流のため、テノールの音域もしくは、これより高い音域で歌われているものが大半を、占めており、裏声を除けば、A4 付近を最高音とする楽曲が多い。特に、オペラ歌手の場合、テノールの性質を、以下のように分類、形容することがある。上の方の性質は、 軽い、柔らかい、若々しい印象を、下の方はより、重い、たくましい印象を与える。一人の歌手の性質が華麗と共に変化していくことも、多く、ほとんどの場合それは、軽い思いの方向となる。これとは別の概念として、バーグナー作曲の歌劇、楽劇における英雄的な役どころを演じるのに、適した性質を持つテノールのことを、ヘルデンテノールと称することもある。 フレデリック・フースラー、イボンヌ・ヌロット・マーリン、歌うこと発生期間の肉体的特質、砂賀義雄、大熊・文子役音楽の友者、2000年、111ページ。ISBN4 から276142520、高橋達也。ありがとうございます。